では、えっと、早速始めていきたいと思います <laughs>、えっとえー。本日はお時間いただきまして大変ありがとうございます。えっと、謎の天体、えー、高速電波バースの正体、えー、というタイトルで、えっと、発表させていただきます。えー、台湾の国立青果大学の橋本哲也と、えっと、後藤友嗣です。よろしくお願いします。<laughs> で、えっと、この研究成果はですね、イギリスの えー、王立天文学会月報という論文誌に昨年掲載されました。で、えっと、まあこの研究成果によって、台湾の最優秀論文賞も獲得しています。えっと、では早速ですね、えっと、本題に入りたいと思います。はい、えっと、最初にですね、 えっと、我々がどんなことをやっているのか、ちょっと皆さんに、えっと、イメージを持ってもらうために簡単な動画をちょっと用意しました。でこれはですね、えっと、賢い、まあ、目で見て見える光を使って、まあ、宇宙がどんな姿に見えるかっていうのを、まあ、表している、まあ、典型的な夜空の写真になります。まあ、賢光なので我々の目で見て見える宇宙の姿になるわけです。で一方でですね、えっと 我々のよく使っている携帯電話なんかで使われているような電波を使って宇宙を観測、見るということも可能なわけです。まあ、これはいわゆる電波望遠鏡を使って宇宙を観測するということです。それでですね、えっと、電波を使って宇宙を見るとどんなふうに見えるかということなんですけども、まあ、電波を使って 使うと宇宙の姿というのは非常に違って見える可視光に比べて非常に違って見えるっていうのがよく知られています。で、これがまあ電波で見た時の宇宙の姿になります。で、一番違う点、これ可視光なんですけど、次が電波ですね。で、一番違う点っていうのは、まあ、皆さんご覧になられますように、このピカ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 光っている、まあ、これ電波の花火みたいな現象なんですけども、まあ、これがたくさんあるというのが非常に最も違う点です。 でこの電波の花火みたいな現象はあの現れてはすぐに消えてしまうので、まあ、観測が非常に難しいということがあります。なので、ですね天文学者は最近になってようやくですね、まあ、このような宇宙にはこの電波でのまあ花火みたいな現象が無数に宇宙に存在しているというのを、まあ、つい最近になってようやく発見し始めたということがあります。で我々の研究はですね この電波の花火のようなこの現象は一体何なのかということを明らかにする研究を行っています。でこの電波の花火みたいな現象なんですけども、えっと、天文学者はあの高速電波バーストというふうに呼んでいます。で、一言で言うとですね、高速電波バーストというのは、遠くの銀河から来る強力な電波パルスです。 でまあ、これはですね、この高速電波バーストの想像図を表しています。ここにまあ遠くの銀河があって、そこからですね、まあ、電波でパルスが来るわけですね、地球に届くということです。で、パルスというのは、まあ、あるときこの電波が急に明るくなって、その後すぐにまた暗くなって消えてしまうと、まあ、花火みたいに明るくなって暗くなる、まあ、その現象パルスというふうに呼びます。 でこの高速電波バーストの最も特徴的な点というのは、この継続時間にあります。この継続時間というのは、この花火みたいな現象がどれだけ長く続くかですね、どれだけこの電波が明るく輝いているか、この時間間隔ですね、パラスの時間間隔のことを言っています。でこれが非常に短いというのがあります。これはたこの高速電波バーストというのは、たった1000分の1秒の間に現れてすぐに消えてしまう。 という性質がありますでこの1000分の1秒っていうのは現在の天文学ではまあ観測が非常に難しいのでようやく最近になってこのような新しい天体が宇宙にはあるんだということが明らかになってきました。で現在はですね、まあ、世界中の望遠鏡を使って天文学者はこのような謎の天体を観測しているんですけどもメインとなるのは例えばですけども 中国にあるファーストと呼ばれる最新しい電波望遠鏡、カナダのチャイム、オーストラリアのアスカップあとオーストラリアのパークスと呼ばれるような、まあ、いわゆる電波望遠鏡を用いて、この高速電波バーストと呼ばれる天体が検出されています、見発見されていますで。我々の本研究では、このカナダのチャイムとオーストラリアのパークスと呼ばれる電波望遠鏡を使って、 得られたデータを元にして研究を行いました。で、観測的にですね、この高速電波バーストというのは2種類あるというのが分かっています。で、1つは単発型、で、もう一方はリピート型と呼ばれるものです。で、単発型というのはですね、えー、同じ場所からですね、例えば同じ銀河から 1>, えと1回だけこの高速電波バーストが地球にやってきて検出しました。1回しかバーストが起こらなかった。これをまあ単発型というふうに呼んでいます。で一方でですねどういうわけかリピート型というものも存在しています。と同じ場所からですね、えー、何度もこの高速電波バーストが繰り返しやってくるというような、えー、とケースもあります。 これをリピート型の高速電波バースト、こちらですね、というふうに分類しています。で、現在ですね、えっと、分かっている範囲で、えっと、この高速電波バーストというのは、えっと、毎日ですね、1000個以上、まあ、空のどこかしらで起こっているということが分かっています。なので、まあ、我々はですね、天文学者は宇宙にこのような、えっと、高速電波バーストと呼ばれる現象が、 宇宙に無数に存在していると、たくさんあるということは分かっていますで。ところがですね、この高速電波バーソトの正体はいまだに不明です。で、この正体を明らかにすることは、天文学における非常に大きな課題の一つになっています。で観測的な、まあ、状況はこのような状況になっていまして、まあ、次に非常に簡単にですね、 モデル、どのような正体が考えられているか、そのモデルについて簡単に紹介したいと思います。で現在ですね、えっと、非常に多くの理論モデルがこのガンマ線、あっ、まい、高速電波バーストの正体として、えー、提案されています。それ実に50個以上もの理論モデルが提案されています。で、基本的に天文学者は、えっと、この 高速電波バーストというのは宇宙の天体から来ていると、まあ、いうふうに考えているわけですで。どのような天体から来ているのかという、まあ、その候補となる天体をここにまとめてあります。一つは、えー、いわゆる白色矮星と呼ばれる天体で、まあ、これはあの軽い星が死んだ時に最後に残されるような非常に古い天体です。白色矮星。あとは中性子星 非常に軽い、ここではブラックホールなんですけども、まあ、軽いブラックホールですね。またマグネターと呼ばれるような中性姿勢の中でも特別に強力な磁場を持ったような特殊な天体マグネターですね。あとは若いパルサー、超巨大なブラックホールこれは銀河の中心にある超巨大なブラックホールですね。 あとは、えー、超新星残骸と呼ばれるような超新あの重い星が爆発して最後に残される、まあ、残骸なんですけども、まあ、超新星残骸ですね、えー、これらの天体が、えー、高速電波バーストの正体として、まあ、候補として挙げられているわけですでまあ興味深いことにですねえー、っとまあ一つの説なんですけども、まあ、もしかしたらこの高速電波バーストは、えー、っと宇宙人が えっとまあ、こういう電波信号みたいなのを、えっと、送信しているんではないか遠くの銀河から送ってきているんではないかというような説もあります、まあ、なのでですね、まあ、天文学者はです、ねえっと、このようにたくさんある高速電波バーストの起源から、まあ、どれが本当の起源なのかということを解き明かしたいわけですでつい最近になってですね えっと、天文学で非常に大きなニュースがありました。それは、えっと、一例なんですけども、えっと、リピート型の高速電波バーストが、えー、マグネターから来ているということが、えー、一例のみ確認が取れました、観測的に確認されました。で、まあ、この研究によって、この過去の研究によって、まあ、私たちは少なくとも1つのリピート型高速,高速電波バーストは、 マグネーターから来ているマグネーターが正体であるということが分かっています、まあ、ところがですね現在100個以上高速電波バーストというのはもうすでに見つかっているんですけども、まあ、この一例以外の残りの、まあ、99%以上の高速電波バーストについてはその正体が全く明らかになっていないというのが大きな問題になっていますでこれまでの研究はですね、まあ、この 高速電波バートの正体を知るために、えー、その発生場所をですね、この高速電波バートがどこで起こったのかということを、まあ、詳細に特定して、その正体を調べようとしてきました。まあ、ところが、これは観測的な難しさからですね、なかなかうまくいきませんでした。先ほど述べた一例を除いて、まあ、なかなかこの方法はうまくいかなかったという側面があります。まあ、これをまあ解決するためにですね、我々は、えー、視点を変えてですね、 えー、高速電波バーストの、まあ、歴史に、えー、注目して、その正体を初めて明らかにしました。えー、次のスライドで、まあ我々独自の、まあ、この歴史というものについて、高速電波バーストの歴史というものについて、ちょっと紹介、させて、えー、説明させていただきます。で再び、ですね、えーっと、ここで高速電波バーストの起源候補を、えー、っと示しています。で 大きく分けてですね、この起源の候補となる天体は大きく分けて2種類に分けることができます。1つは、えっと、いわゆる古い天体で、えっと、この古いというのは寿命が非常に長くて、例えば100億年も生きるような、えっと、古い天体ですね、寿命の長い天体になります。例えば白色矮星のような天体は寿命が非常に長い、古い天体に対応しています。 もう一方は、えー、若い天体で、まあ、例えばこのマグネターのような天体は、えー、宇宙の歴史に比べるとその寿命が非常に短くてですね、若い間しか生きることができない、まあ、そういう天体です。えー、なので、こういう若い天体、マグネタほかというものがあります。でポイントはですね、えー、この白色矮星ほかのが宇宙にどれだけたくさんあるか。 ということは、もうすでに過去の観測から明らかになっていまして、まあ、この数密度ですね、白色矮星がどれだけたくさんあるかというのは、えー、分かっていまして、この数は現在から、えー、100億年前の宇宙ですね、過去ですね、過去100億年前の宇宙にかけて、まあ、この数はほぼ一定であるということがすでに分かっています。なので、もしも高速電波バーストが この白色矮星他を起源とするのであれば、高速電波バースの数も同様に現在から100億年前にかけてほぼ一定であるというふうに期待されるわけです。一方で、ですねこのマグネタほか、若い天体、マグネター他の数宇宙の、宇宙にあるこの若い天体の数というのは分かっていまして、過去の観測から分かっていまして、これは対照的に、 現在から100億年前の宇宙にかけて増加していくおよそ10倍増加するということがすでに過去の研究から分かっていますなのでもしもですね高速電波バーストがこのマグネタ保管を起源としているのであれば高速電波バーストのこの数も同様に現在から過去100億年前にかけておよそ10倍増えていくはずだということが期待されるわけです なので,です、ね、この高速電波バースの,この数の歴史ですね、現在から100億年にかけるこの歴史がほぼ一定なのか、あるいは増加していくのかということを調べることによって、その起源が白色矮星ほかなのか、マグネタほかなのか、非常に強く制限することができるというのがあります。これがこの研究の我々の独自の手法になります。 でこの図で再びです、ねえっと、測定されているこの宇宙にどれだけの数のマグネタほか、並びに、えっと、白色外星ほかがあるかという図になっています。で白色外星ほかの数は、えっと、黄色の線で,ここで、えー、表示されてあります。でここが、えー、っと現在の宇宙で、えー、ここが過去100億年前の宇宙に対応しています。でマグネタほかの数というのは青色の線で表示されています。 先ほど申しましたように、マグネタを起源としている場合には増えていく。白色矮星他を起源としている場合には、まあ、ほぼ一定、あるいはまあ少し減っていくぐらい、まあ、ほぼ一定であるということが期待されるわけです。で、この研究でですね、我々は初めて高速電波バーストの数の歴史というのを明らかにしました。で、これは、単発型の 高速電波バーストの数ですね、宇宙の中の数の歴史を表示してあります、示してあります。これがまあ赤色の星で示されていますで。我々は初めてこの単発型の高速電波バーストの数っていうのは、現在の宇宙からおよそ100億年前の宇宙にかけて、まあ、ほぼ一定であるということを初めて明らかにしました。で、このほぼ一定であるというこの傾向は、 この黄色の線ですね、白色矮星他の数の歴史とよく一致しているということが分かりました。よく黄色に一致しています。一方で、この赤色の星っていうのは、このマグネタ他の数の歴史、過去に向かっていくほど増えていくようなこういう歴史とは相入れないということが分かりました。でこの結果は この単発型の高速電波バーストは、白色矮星他を起源としているということを強く示唆しています。えー、もう一度この図に戻りたいと思います、えー。もしもマグネタを起源としているのであれば、えー、高速電波バーストの数は増えていくはずです。もしも白色矮星を起源としているのであれば、えー、その数はほぼほぼ一定であるということが期待されるわけです。次にですね、 我々はまた初めて、えっと、リピート型の高速電波バーストの数の歴史も、えー、明らかにしました。えー、それがですね、えーっと、この紫色の星で表示されていますで。我々は初めて、このリピート型の高速電波バーストの数というのは、えー、現在の宇宙から、えー、過去100億年前の宇宙にかけて、およそ10倍、すみません、これはあの対数表示なんですけれども、およそ10倍、えー、増えていく。 えというのを明らかにしましたで。この増えていく傾向というのは、えっと、このマグネタ他の数密度が増えていくというこの傾向とよく一致していることが分かりました。で一方で、この白色矮星他の数密度の傾向ですね、ほぼ一定となるこの数密度の傾向とは相入れないということが分かりました。なので、この結果はですね、 リピート型の高速電波バーストはマグネタ保管を起源としているということを強く示唆しています。このポイントを次のスライドでまとめたいと思います。高速電波バーストというのはあの観測的に単発型とリピート型という2種類のタイプがあるということが常に分かっていますで。我々は独自にこの 高速電波バーストの歴史、数の歴史に注目することによって、単発型は白色矮星ほか、リピート型はマグネタほかを起源としているということを初めて明らかにしました。最後にですね、我々の研究のポイントをまとめたいと思います。高速電波バーストというのは、天文学における非常に新しい天体です。 でこれは遠方の銀河からやってきている謎の電波パルスです。でこの高速電波バーストの正体を明らかにすることは天文学における非常に大きな課題の一つに現在なっています。これまでの研究ではこの正体を明らかにしようとしてバーストのこの高速電波バーストの場所どこで発生したかという場所を詳細に特定しようとしてきました。 ところがまあ観測的にですねこれがちょっと難しくてなかなかうまくいきませんでした。そこで本研究では、まあ、この視点を変えてですね、えー、高速電波バースのまあ数の歴史に独自に注目することによって、えー、それらの正体を初めて明,かり明らかにしました。で、えー、っとこれまでですね、えー、この宇宙人説を含む非常にたくさんの高速、えー、こう 高速電波バーストについてのモデルが提案されてきました。で、我々の結果はですね、高速電波バーストはまあ宇宙人が作っているかというよりは、むしろ宇宙の天体から来ているということを示しています。で、単発型の高速電波バーストは白色矮星ほか、 リピート型の高速電波バーストはマグネター他を起源としているということが明らかにしました詳細と画像についてはこの以下の URL をご参照をください以上になりますありがとうございましたはいどうもありがとうございましたあの非常にクリアな説明をしていただけたと思いますそれではですねあの質疑応答の時間に入りたいと思います あの今ただいまの講演に関して、えっと、忘れないうちに今聞いておきたいというてことがありましたらあのぜひあの挙手をお願いします、えっと。一つありましたね。えっと時事通信の神田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。聞こえますでしょうかはい、聞こえてます。はいあ えとあのー、高速電波バーストが単発型とリピート型の、ね、2つに分かれるということで、それぞれがその単発型の方があ白色合い星、他、それからリピート型もアグレーター型からということは、まあ、数から分かったということなんですけれども、それぞれそのこっちが単発で、こっちがリピートっていうのは、ど,どういうその仕組みでこういった,そのた、あのー、高速のパルスが出ているかっていう、なんか仕組みとのリンクっていうのはできているんでしょうか、過程みたいなものも含めて教えてください。 わかりました、えっと。最初にですね、これどうやって、まあ、分けるかっていうのは、まあ、観測的にあの分けているんですけども、単発型っていうのはあの1回だけこのバーストが観測している間に1回しかもうバーストは来なくて、何回その後観測しても全然バーストは来ない。このケースを単発型というふうに観測的に決めています。で、え観測しているうちに何度もバーストを、えっと、見つけ、同じ場所から見つけた場合にはリピート型というふうに 分けていますで、えっと、えっと、単発型っていうのは、その1回しか起こらないので、えっと、そのリピート型とは多分、その起こっている、そのなんていうんですか、メカニズムが、このバーストを起こしているメカニズムが、単発型とリピート型でおそらく異なるということは言われています。で、どうして単発なのかっていうのは、まあ、いろいろ説はあるんですけども、まあ、一つ有力なのは、 例えばなんですが宇宙にはいろんなこう爆発したり、えー、っと何か天体と天体が衝突したりっていう現象がありますで爆発とかあの衝突とかっていう現象はもうたった1回しかそこから起こらないんですね1回爆発したらもう元には戻らない1回天体同士が衝突したらもうもその元の2つの天体には戻らないのでこういう現象は1回しか起こりませんなので 単発型はもしかしたらそういうもう絶対1回しか起こらないような天体現象と関わっているんじゃないかというふうに、えー、と思われています。一方でリピート型っていうのはどういうわけか繰り返してくるわけですね。で繰り返すっていうのも、まあ、いくつか説はあるんですけども一つ言われているのはあの例えば宇宙にはあの2つの天体があってこれがぐるぐる回っている。 お互いがお互いを回っているっていうことがよくあります。まあ、太陽が、地球が太陽の回っているようなのと同じようなことなんですけども、2つの天体がお互いの周りをこう回っているっていう天体があのよくあります。で、こう回っているっていうのは、こう繰り返して、まあ、こういう軌道があ繰り返されることによって、まあおお、同じことが何度も起こるわけですね。なので、このリピート型っていうのは、もしかしたらこういうえっと2つの星が、あ天体がぐるぐる回っている。 ということに関係しているのではないかというふうな説がまあ、有力視されています。よろしいでしょうか。あ、ありがとうございます。あのそもそもどうしてこういったそのパルス型の電波の発信というのが行われているかっていうことについてはなんか仮説的なものではあるんですか。あ、そうですね。そこはあのたくさんモデルがあるまあ、いろんな理論モデルっていうのがあるんですけども。 1> 1つはあの、たくさんあるんですけど1つはあのマグネタのケースで言うとあの中性子性が非常に強い磁場を持っている天体になっていましてこの磁場のエネルギーからこの電波のエネルギーになってやってきているんじゃないかというふうに考えられています。 いあはい、あの今の質問との関係でいうと、うん、その今回同定した白色矮性マグネタの場合がそれぞれその単発あのリピートっていうのとメカニズムがあの予想されるものと合ってるかどうかっていうのが聞きたかったのではないかと思ったんですがあそうですね。あのはい、結果ととししてそうあの分けらられれれるとしたらそ,のそれぞれ そのマグネタはなんか地場なんじゃないかなっていう予想はついたんですけどもそれがそのリピーターになる何か理屈付けみたいのが考えるとリピーターになるよねっていうなんかそういうあの,のがあるのかなと思ってちょっとお伺いしたんですけどがその視点で、はい、お願いします <laughs> その視点で言うとマグネタはですね、まあ、結構もう過去の観測いろいろマグネタそのものは結構観測されてましてこの地場 が強い磁場が定期的にこうエネルギーを放射するっていうのがまあよく観測されているんですね。なので、もともと非常に強いエネルギーたくさんエネルギーを持っていて、これがまあ,あなんていうんですかリピート的にあ時々放射されるという現象がもうすでに分かってまして、それとまあ関連しているんじゃないかというふうに考えられています。はい ということはメカニズム的なことを考えてもえっと<あ>一致しているということですよね。はい。そうですね。ありがとうございます。はい。そうですね。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。他にご質問とございますでしょうか。今のところまだ手は挙がってないんですけれども。 あの点の上げ方がわからない場合はあの直接ミュートを外していただいてご質問いただいても構わないと思います。 あのまあ、特になければですねあの、私の方からちょっとだけお聞きしてもよろしいですかね、データのところでですね、えーっとそのまあ、結構その古いデータはエラーバーが大きいような感じがしたんですが、その中間ぐらいの年齢のものに関しては、まあ、エラーバーも小さくてですね十分にあの統計的にですねどちらのモデルに合うかっていうのは、あの非常にクリアに示されたと。 と思いますで、今後の観測というか、今後の、えっとまあ、今回でほぼ決定はついたとお言ってよいのか、それとももう少しこう将来に向けて、えっと、こういうところがはっきりしていく、今後ははっきりしていくという、まあ、将来の展望みたいなところを少し補足していただけますか。あそうですね、今回、まあ、あの我々としては、まあ、ほぼこれで確定してるんじゃないかなと思っていますが、 やっぱりですね、あのエラーバー、タモリさんおっしゃられたみたいに、エラーバーも大きくて、特に遠方に行くほどエラーバーが大きくなってきて、あまあ、その不定性がまだあると。で、特にこのマグネーター他なのか、白色矮星他なのかって、その区別をつけるときには、やっぱり遠方の方を見ていくことによって、よりクリアに区別がつけることができるので、遠方の方をやっぱりたくさんあ見つけてあの、もっと詳細なデータを得,得,得たいというのはあります。 はいいありがとうございますあの私は特に専門ではないんですけれども、まあ、従来はこの方法というのはあのバーストが出た後に工学的に同定しようというあの非常に大変な観測をやっていて、まあ、それでは全く埒が開かなかったんですけれども、まあ、こういう統計的な手法というかあの新しい視点でですね見ることによって実は あの正体に迫られたというまあ非常に面白い観測というかあのあの、えー、解釈というかそういう結果だと思いますはいどうも発表ありがとうございましたありがとうございましたはいそれではですね引き続きえっ、ー、と次の講演に行きたいと思いますあの個々の質問がある場合はえっ、ー、と橋本さん後藤さんの方に個別に連絡いただければと思いますえっ、ー、とそれで